浅田美代子ファンの皆様、こんにちは。本日はね、平凡75年8月の記事ありますので、手記とね、記事がありますので、それを朗読したいと思います。こういう感じになってます。はい。ちょっとね、本日、浅田美代子さんの字が独特なんで、ちょっと読みにくいので、ひょっとしたら詰まる場合もあるかもしれませんけど、なるべくね、わかりやすく読みたいと思ってますので、お願いいたします。それでは、朗読始めます。浅田美代子の歌手休業宣言。来年3月まで歌をやめます。美代ちゃんがついに結論を出したのです。来年3月まで歌をやめようと、現在の心境はという問いに美代ちゃんは手記で答えてくれたとなっています。では、読みます。しばらく休みたいと思ってます。約2年という月日の間、やってきたけれども、なんだか全てが中途半端のような気がします。だから1年くらいは芝居に専念してみたいと思ってます。そしてその間、歌もちゃんとレッスンして、今度は下手だなんて囁かれないようにしたいのです。歌番組の中にいる私は、なんだか劣等生のような気分になってしまうのです。それは、歌を歌っている限り寂しいし、歌うなら自信を持ち、堂々と歌ってみたいのです。今自分がどういう立場であるのかも、いろんなことを含めて、もう一度原点に戻って考え直したいなと思ってます。よく歌う番組の時、誰にも負けずとメガホンを持って応援してくれるファンの人たち、あの人たちも私自身、私の一部であると思ってます。ごめんなさい。でも、今度出てくるときは、もっともっと彼らたちにも恥をかかせないよう頑張るつもりです。二十歳になってもう一度考えたいのです。その時の私を見ていてくださいとなってます。もうね、ちょっとやっぱり、なんだろうね、自分の歌に自信がなかったのかなとは思いますね。はい。で、次はね、その横に記事がありますので、その記事を読みたいと思います。歌手か女優か、美代ちゃんは長い間悩んでいた。そして今結論を出したのだ。しばらく歌を休んでみよう、と。48年8月に赤い風船でデビュー、最新作の少女恋歌まで9枚のシングル、レコードを発売。約300万枚を売りまくった美代ちゃんがなぜ歌手か休業という結論を出したのだろうっていうね。なんとね、9枚のシングルレコード発売して約300万枚売り上げたという当時としてはすごいですよね、数。そのね、浅田美代子さんがなぜ やめるのかっていうね、それがすごいですよね。こんだけ売れてんのにっていう。今なら考えられない枚数ですね。はい。で、マネージャーの香川さんは、歌の企画がマンネリ化しているし、このまま歌を続けたら、女優浅田美代子のイメージにも傷つくことになりかねません。そこで、二十歳になる来年3月までと期間を区切ってドラマに専念した方が本人にとってもプラスになると思うんです。美代ちゃんの気持ちは手記に十分現れているが、この間にデビュー以来の持病である胃腸の病気を徹底的に治すため人間ドックに入る計画もあるそうだ。仕事の方は8月末まで寺内勘太郎一家2でハッスル。秋には憧れの木下圭介劇場出演の話もあるそうだ。この間忙しすぎてできなかった歌のレッスンにもじっくり腰を据えて取り込む計画だというになってますね。持病である胃腸の病気ってひょっとしたら、まあ、なんでしょう。神経性胃炎か。ひょっとしたらもっと重い胃潰瘍とかそんな感じもあったのかなと思う。やっぱりちょっと気を使うんでしょうね。確かに。そんな感じがします。まあね、当時、超売れっ子なんでね。まあね、昨日、寺内勘太郎一家っていうのはね、もうね、西城秀樹さんとの名コンビで、ガツガツやってたんで、もう人気あったし、あの通り。で、まあ僕もね、少年時代、子供の時に赤い風船よく聞いてね、いや、この歌ね、なんか、独特な雰囲気あって、いい歌ですよね。ほろぼろしたね。なんか、今でもたまに聞きたくなって聞く時ありますけどね。そんなにでも歌下手でもないような気もするんですけどね。で、どうでしょう。普通なら
ファンに忘れられちゃうと心配しがちだが、結論を出し、さっぱりしたせいか、ミオちゃんは、今年の夏は軽井沢に遊びに行くつもり。もちろん、車に乗ってね。それに、念願だった日本舞踊も習っちゃおうかしら。歌手を休業して女優に専念。ミオちゃんの今後の活躍を変わらずにみんなで応援しよう。で、これでね、一応、記事がね、終わりなので、終了したいと思います。またね、これの画像は、この後に出しますので、本日は、ご視聴ありがとうございました。